テリー・テイラーはアメリカ合衆国の元プロレスラー、ブッカー。サウスカロライナ州、グリーンビル出身。ブッカーとしての才能をビンス・マク・マホンやダスティ・ローデスに認められ、現役引退後の1995年からは、クリエイティブスタッフの立場で WWE と WCW を股にかけて活動、マンデー・ナイト・ウォーズが激化していた。 両団体のバックステージでラツワンを振るった。2000年代はティネにてタレントリレーション部門のディレクターを務め、2013年からは WWE パフォーマンスセンターのトレーナーを担当している。エディ・グラハムにスカウトされ、1979年に NWA フローリダ地区の CWF にてデビュー。ベビーフェイスの新鋭として各地を転戦し、 1980年4月25日にアラバマの CCW にてバッドニュースハリスから NWA サウスイースタンヘビー級王座をダッシュ。同年8月22日にはジョージアの GCW にて NWA ナショナル TV 王座の初代王者に認定され、翌1981年1月には中西部の CSW にてバズ・タイラーから NWA セントラルステー t t v 王座をダッシュしている。同年6月7日には、ジム・クロケット・プロモーションズのテリトリーだったバージニア州、ロアノークにおいて、レッソントンを破り、NWA 世界ジュニアヘビー級王座を獲得した。1982年からは、アワの提携団体だったテネシー州メンフィスのクアに参戦、8月30日に、スティーブ・カーンと組んで、 スイートブラウン・シュガーボビー・イートンからアワ・ナンブ・タック・王座をダッシュ。翌1983年はジャック・ルージョー・ジュニアとアワ・ナンブ・ヘビー級・王座を争い、同年12月1日にはバディランデルを下してクア・ミッド・アメリカヘビー級・王座にも退官した。1984年よりビル・ワットが主催するミッド・サウス地区のムズウィに定着。金髪の2枚目ベビーフェイスとして、 女性ファンの支持を集め、6月16日にクラッシャー、クルスチェフからミッドサウス TV 王座をダッシュ。1985年3月13日にはテッドデビアスを破り、フラッグシップタイトルの北米ヘビー級王座を獲得している。1986年にムズウィが団体名を UWF と解消してからもベビーフェイス陣営の主力となって活躍。 同年5月25日には、バズソイヤーから UWF 世界 TV 王座をダッシュした。タックでは、1986年12月27日に、ジム・ドゥガン特訓で、ビル・アーウィンレロイ・ブラウンから UWF 世界タック王座をダッシュ。ドゥガンの離脱で、タイトルが空位になると、翌1987年2月7日に行われた、新王者チーム決定トーナメントに、 クリス・アダムスと組んで、出場、決勝で、若手時代のスティングリック・スタイナーを破って王座に帰り咲いた。8月3日には、シェーン・ダグラスを下して、再び UWF 世界 TV 王者となるが、UWF が NWA のジム・クロケット・ジュニアに買収されると、11月26日のスター・ケード1987にて、NWA 世界 TV 王者のニキタ・コロフと UWF と NWA の両 TB 王座統一戦を行い、この試合に敗れたことを機に団体を離脱。その後は、テキサス州ダラスの枠は似て、1988年2月26日に、マット・ボーンからテキサスヘビー級王座を奪取。アイスマン・キング・パーソンズをパートナーに、ケビンケリー・ホーン・エリックを破って、枠は世界タック王座も獲得した。 1988年7月、デビアスの仲介で WWF へ移籍。レッドルースターと名乗ってヒールに転向して、ボビー・ヒーナン率いるヒーナンファミリーの一員となり、11月24日のサバイバーシリーズ1988では、ハルカ・ホーガンランディサ・サベージのチームと対戦した。翌1989年1月7日の、 サタデーナイトメインイベントでヒーナンと仲間割れしてベビーフェイスに戻るが選手層の厚い WWF ではミッドサウス時代のような活躍は果たせず1990年6月に WWF を退団 WWF 離脱後の1990年7月全日本プロレスに初来日田上明、川田俊明、小橋健太とのシングルマッチや ジャイアントババアンドラッシャー・キムラとのタッグマッチが組まれ、スタン・ハンセンのパートナーとなって、テリー・ゴディアンド・スティーブ・ウィリアムスとも対戦した。同年下期より、WCW に参戦、ヒールとして、女性マネージャーのアレキサンドラ・ヨーク率いる、ヨーク・ファウンデーションに加入する。1992年2月17日には、グレッグ・バレンタインと組んで、ロン・シモンズビッグ・ジョッシュから、 WCWUS タッグ王座をダッシュした。同年8月には新日本プロレスの G1 クライマックスに来日して NWA 世界ヘビー級王座決定トーナメントに出場。1回戦で長谷博氏から不戦勝を収めたが、準々決勝で佐々木健介に敗退した。帰国後の1992年9月、テリフィックテリー・テイラーの名で WWF に 復帰。ヒールのカラーコメンテーターも兼任したが、翌1993年8月に WCW に戻り、ベビーフェイスの中堅として1994年まで在籍。その後、シカゴのウーフを経て、1995年に現役をセミリタイアして、ブッカーとして WCW に復帰。エリック・ビショフやケビン・サリバンダと共に、 マンデーナイトロのシナリオ作成を担当した。以降、ブッカーやライターなど、クリエイティブ、スタッフとして WCW と WWF を行き来し、ライバル関係にあった、両団体の番組構成に横断的に携わるようになる。1998年から1999年にかけては、アティテュードロ線最盛期の WWF に所属していたが、2000年より、 シナリオライターのビンスルス・ソーラと共に WCW に復職。2001年3月の WCW 崩壊後はカナダ・オンタリオ州のボーダーシティレスリングに参画した。2002年9月よりスマックダウンのロードエージェントとして WWE に迎えられたものの翌2003年7月に解雇。以降はティネを中心に活動し、2004年1月には岩ジャパンに来日した。 2011年5月20日付でティネを離れ、WWE に復職。2013年からは NXT のトレーニング施設である、WWE パフォーマンスセンターのトレーナーを務めている。ありがとうございます。